周12レースはサオリンのラウンドガールがまず行われております。このサオリンのラウンドガール、優勝戦のラウンドガール、このラウンドガール、そして間もなく各選手がソウルに姿を見せてまいります。さあ第12レース思想をご覧いただきましょう。優勝戦です。第6回浜松観光食堂杯フードアタック優勝戦、3100メートル競走に出場の選手をご紹介いたします。1番最終12レース優勝戦出場メンバーの思想の模様をご覧いただきました。その12レース投票締め切り時刻をご案内いたします。締め切り時刻は16時22分、16時22分です。発送予定時刻は16時25分です。ともに5分延長となりました。時間が変更となっておりまして5分延長されております。パソコン、携帯、スマートフォンなどでレースをご覧になっている方はタイムラグによりまして実際の時間とは異なる場合がございます。どうか皆様お早めのご投票をよろしくお願いいたします。さあ12レースです。優勝戦対戦メンバーご紹介します。1番鈴木健吾浜松ハンデゼロ、2番柴田健二浜松ハンデゼロ、3番鈴木誠二浜松ハンデゼロ、4番西村龍太郎山陽ハンデ10、5番笠木義孝浜松ハンデ10、6番浜野純山陽ハンデ10、7番佐藤孝也浜松ハンデ10、8番金子大輔浜松ハンデ10、以上のメンバーで最終12レース優勝戦が行われます。続きまして優勝戦の思想タイムです。1番鈴木健吾 3.65、 2番柴田健二 3.66、 3番鈴木誠二 3.65、 4番西村龍太郎 3.61、 5番笠木義孝 3.63、 6番浜野純 3.61、 7番佐藤孝也 3.65、8番金子大輔 3.62。 さあ気象状況ですね。15時40分現在雨、湿度変わりません。気温、ソウル温度同じく22度24度、湿度も 95% 変わらず、風も少しだけ弱くなりましたが 1.2メートルと、まあ、大きな変化はなく今日1日ほぼ同じような感じでした、はい、でもラウンドガールも行われたので激しい雨ではないということですよね。降り、ね、としてはね、はい、まあはいね、湿
としととずっと降り続いていましたが、まあ、今は少し弱くなってから。そうですね、なんかレース観戦してる方、傘差してる方と差してない方がいらっしゃいましたよね、うん、はい、だいぶ弱くなってきてるかなという感じ、うん、まあ、あの上がりタイムもどんどん良くなってきていますし、出走タイムも、ね、徐々に良くなってきてますよね。はい、そしてこの浜松の最終12レースは締め切りが16時22分、発走予定16時25分、定刻より5分延長になりました。締め切りは4時22分に変更です。さあ、それではですね、昨日の夕方インタビューね、出場選手インタビューご覧いただ収録いたしました。優勝戦出場選手インタビューをご覧ください。一番車鈴木健吾選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、今節ここまで3日間終わりました。ご自身の中で振り返っていかがですか。100点満点です。はい、今日の準決勝戦はご自身の中では振り返ってどうですか。まあ、逃げなんで、まあ、いろいろ後ろであったんで、まあ、ラッキーでした。はい。まあ、明日の優勝戦に向けて何か今上積み調整と考えているところはありますか。今日のままいきます。はい、明日優勝戦も一番内側からの、ね、スタートという形になりました。スタートこらえていきたいですね。そうですね、緊張しないように、まあ枠なりで切れればいいと思います。初めて雨で優勝戦に乗れました。ありがとうございます。明日も応援してください。シリーズここまで3日間終わりました。ご自身で振り返っていかがですか。そうですね、ここ最近ずっと晴れも雨も良くなかったので、全県日からいろんな人に手伝ってもらって結構大きな仕事をして良くなったと思います。はい。まあ、その成果が徐々に出てきているという感じですか。そうですね、はい、晴れ走路をまだ走ってないんでわからないんですけど、ぶち雨といいと思います。はい。明日に向けては何かさらに考えてますか。タイヤをしっかりやっていってちょっと乗りにくいんでセッティングも少しやっていこうと思います。はい。さあ、優勝戦なんですけれども、ゼロセンタースタート決めて主導権取れたらというところですか。どうですか。まあ、そうですね、はい、先頭に立ってとりあえず逃げれるだけ逃げたいと思います。はい。明日も後輩と出せるよういつも通り一生懸命頑張りますので、あなたの手は少し買ってください。ここまで3日間今節終わりました。ご自身で振り返っていかがですか。そうですね、雨が、まあ、こんなうまく乗れるとはちょっとびっくりしてます。はい。そして、前々回の船橋でクランクを新品に変えたんですよ。で、今回雨初めてだったんですけど、前よりかなんか乗りやすくなってなんか良かったですね。はい。彼もだんだんエンジンが良くなってきていいと思います。はい。優勝戦に向けてはさらに何か上積みは今考えてますか。そうですね、ヘッド周りをやって良くなったんですけど、ちょっともうちょっと力をつけるためにあと上積みを狙ってリングを交換します。さあ、優勝戦ゼロ三車並びの外ですね。どうしますか。そうですね、枠なりでいいです。はい、明日はもう頑張りますから応援よろしくお願いします。お願いします。雨抜群の強さという感じですか。ご自身今節振り返ってどうですか。そうですね、インコースが結構効いているので良かったです。雨で明日何か調整上積み考えてますか。乗り方的に山陽みたいに走の雨みたいに走りたいんですけど、ちょっと立ち上がり外しているので、その辺を自分でちょっと修正していきたいと思います。明日なんですが、10戦のまた一番打ちということになりました。今日もスタート良かったですけれども、どうですか。もう目いっぱい切ったので、明日も目いっぱい切っていきます。思うような展開になったらいいですよ。まあ、みんなそう思ってると思うので頑張ります。はい、一生懸命走りますので応援よろしくお願いします。今節3日間終わりました。ご自身の中では今節、まあ、乗り換わった節になりますけどもいかがですか。そうですね、優勝戦乗れたんで良かったと思います。
まあ、気になる羽根なんですけれども今日はどうでしたか。正直ちょっとは来てるんですけど、まあ、レースになるレベルなんで良かったです。滑りはどうでしたか今日は。滑りは感じませんでした。優勝戦に向けてはまあやはり雨でもちょっと来る羽根をなんとかしたいところですか。そうですね、まあ、エンジンはもちろんですけどもうちょっと気持ちよく開けれればいいなと思ってます。さあその優勝戦なんですがレース組み立ては今どのように考えてますか。まあ、最低枠なりのスタートは切りたいです。明日も頑張ります。シリーズ3日間ここまで終わりました。ご自身振り返って今節どうですか。まあ、結果的に優勝戦乗れたんで いいと思います。今日はまあどう、まあね、今日は量とかブチというかな形だったんですけれども雨のレース昨日乗った分はどうだったんですか。良かったんですよ。かなり久々手応えがあってで今も夕方ちょっと明日のタイヤ当ていって全然その感触がないんでちょっと困ってます。まあ、なるようになると思うんで、まあ、とりあえず頑張るだけです。はい、頑張って、1着でも上狙いたいと思います。応援よろしくお願いします。シリーズ3日間終わりました。ご自身の中で振り返って今節いかがですか。そうですね、エンジンよく動いてくれてると思います。特に雨はいい感じかなという見てて思うんですがご自身の中でもやはり手応えはありますか。そうですね、昨日の1着の時はものすごい良かったんですけど今日はちょっと危ないところもあったのでまたちょっと修正しなきゃいけないかなと思います。どのあたりを考えてますか。ちょっと今日の方が滑るのでまた明日の朝乗ってみてどこが一番食いつくのか確かめたいと思います。さあ優勝戦なんですけれども組み立てどう考えますか。そうですね、なるべくスタートで前に行きたいですね。はい、今日は負けましたが明日は勝ちます。自分から勝ってください。さあシリーズ3日間終わりました。振り返っていかがですか。まあ、今日が一番良かったです。はい、昨日今日マシッツ走路2回乗ってるんですが昨日と比べて今日はどのあたりが良かったですか。そうですね、まあ、セッティングもそうなんですけど、まあ、走るところを昨日滑ってしまったんで、まあ、変えたことが良かったかなと思います。さてその優勝戦なんですが、まあ、10の一番外ですね、組み立てどうしますか。そうですね、まあ、こういう内側だけの走路になると、まあ、全員さばくのも難しいので、まあ、なんか考えていきます。さあ明日はイベントもあります。メッセージを最後にお願いしたいと思います。はい、まあ、優勝目指して精一杯頑張りますので、はい、応援よろしくお願いします。はい、昨日の夕方収録いたしました6選手のインタビュー、8選手のインタビューをご覧いただきました。優勝戦です。ここからは実況でお伝えいたします。沙織ちゃん、安原幸子さん、そして私岸根が各々プロデュースした弁当の売り上げ対決今日浜松オートレース場内で行いました。一番早く売り切れた順から上位となりました。優勝者への賞品はないんですけれども最下位は次節冒頭罰ゲームが行われる予定です。こちらもどうぞ次節ご期待いただきたいと思います。今回我々プロデュースさせていただいたお弁当を美味しくお召し上がりいただけましたでしょうか。お買い上げいただきまして誠にありがとうございました。浜松王第6回浜松観光食堂杯フードアタック最終日、ジュニレースは優勝戦です。ゼロ等で行われます。ゼロが1番鈴木健吾、2番柴田健二、3番鈴木誠二の3者、10メートルが4番西村龍太郎、5番笠木義孝、6番浜野純、7番佐藤孝也、8番金子大輔の5者です。思想の1番時計は4番西村、6番浜野ともに 3.61 です。第12レース
優勝戦の発走でございます。オッズ2連単1番人気4番8番締め切り直前 4.0 倍、3連単4番8番6番 7.7 倍です。優勝戦スタート5秒前です。3秒前、2秒前、浜松最終ジュリレース優勝戦スタートしました。2番の柴田健二スタートよくありませんでした。西村は現在3番手、1コーナー1番の鈴木健吾、3番鈴木誠二と回って4番の西村龍太郎、7番の佐藤隆也。さあ早くも鈴木誠二が先頭ですが、それを3コーナーで4番西村龍太郎がかわして先頭に立っていきました。4番西村先頭、2番手が3番鈴木誠二、3番手は5番の笠木が盛り返して今3番手2周回目、あとは7番佐藤隆也、6番の浜野、アウトコースが8番の金子、後ろは1番鈴木健吾、2番の柴田健二です。さあ4番西村龍太郎がリードを取って2番手笠木義孝が上がっていきました。3番鈴木誠二をかわして5番笠木が2番手、3番鈴木誠二が3番手、あとは7番佐藤隆也、8番金子大輔、6番浜と続いていきます。3周回目に入って先頭は4番の西村龍太郎、2番手が5番の笠木義孝、3番手が3番の鈴木誠二、そのインコースに入ってきた7番の佐藤隆也、佐藤隆也が今3番手に上がっていきました。鈴木誠二が4番手、その後は8番金子大輔、あとは6番の浜野順と続いていきます。あと3周、4番の西村が先頭、2番手が5番の笠木義孝、笠木が西村との車間じわりじわりじわりと詰めてきておりますが、直線で西村が伸びていきます。3番手は7番の佐藤隆也、4番手に8番の金子大輔となっています。さあ間もなく残り2周回です。先頭4番の西村龍太郎、2番手が5番の笠木義孝、3番手車間が空きまして7番の佐藤隆也と8番の金子大輔が現在4番手、あとは開きまして3番鈴木誠二、6番の浜野純がアウトコース、後ろは1番の鈴木健吾と2番の柴田健二です。4番の西村龍太郎が先頭をキープしまして残り1周回の青旗が左手に確定して見えております。先頭4番西村龍太郎、さあ5番笠木が詰まってまいりました。さあほぼ間隔がなくなってまいりました。3番手は7番の佐藤隆也と8番の金子の争い、直線で西村が伸ばしてコーナーで縮めていく笠木義孝、さあ4コーナーからホームストレッチ、この両者の争いですが、インが4番の西村龍太郎が押し切ったか、ゴリ2番手が5番の笠木、3番手が7番佐藤隆也です。コーナーで詰め寄る笠木義孝を直線で伸ばしてレースを制したのは4番西村龍太郎です。第12レース優勝戦レースを制しました。前回の地元のプレミアムカップ2日目からの補充、3日目からの補充出走でしたが、今節初日7着こそありましたが、その後は好調キープというこの西村龍太郎、今日も思想1番時計 3.61 を出しまして人気に応えております。2番手が5番の笠木、3番手が7番佐藤隆也です。上位の入選順は4番5番7番4番5番7番となっております。このまま確定いたしますと4番西村龍太郎、今年初めて通算13回目の優勝ということになります。第12レース優勝戦の模様をお届けしました。第6回浜松観光食堂杯フードアタック、優勝戦を終えまして今万歳と手を挙げました。カメラが捉えているのは4番車ゴールを1番に駆け抜けました西村龍太郎選手、ひとみ選手や前田選手、小林圭司選手、さらに片岡選手が、その龍太郎選手を迎えております。ヴィーナスのサオリンも、ね、一緒に立てるわけなんですが、龍太郎選手嬉しさを爆発させるようなジェスチャー、そしていい笑顔も見せています。いやそれにしましても思想も一番時計スタートも決めていきました。龍太郎選手近況も好調なんですが、優勝を決めました。最終12レース4番5番7番で確定しています。続いて払い戻し2連単4番5番2170円、2連複4と5の組2000トンで90円、3連単4番5番7番で15200円、3連複は457で3700円、その他の掛け式はご覧の通り。さあ西村龍太郎選手は写真撮影を、ね、行いました。浅野選手も同期、ね、駆けつけたようですね。今はサオリンとのツーショットで写真撮影を行っております。
龍太郎選手近況好調で、シリンダーを変えてからずっといいというお話ありましたけれども、船橋の G2 でも輸出していまして、そして前回のプレミアムカップ3日間出走しましたが、すべて1着、好調で浜松入りしました。今回初日は7着でも、出走路では2着1着ときまして、見事優勝をもぎ取りました。いい表情を見せています西村龍太郎選手、山陽25期です。ここ浜松でも優勝経験ありますけれども、また松田再びここ浜松で優勝を決めました、ありがとうございますというふうにね、大きな声を出しているようにも見受けられます。でその西村龍太郎選手の大きく手を振るお客様も、ね、今映っていましたけれども、大勢のお客様が拍手の方をして、龍太郎選手を、ね、祝福の拍手、また、ね、声援も送っています。人気に応える走りだった、その西村龍太郎選手スタートから決めていきました。はい、見事な、ね、スタートのレースと組み立てになりました。はい、まあ、笠木選手も、ね、追い詰めましたけれどもね、しのいで快勝、優勝戦レースを制したのは西村龍太郎選手でございます。笠木選手もかなり、ね、詰め寄る場面もありましたけれども、はい、この西村龍太郎選手が優勝を決めまして、すごいですね、このウイニングランも、ね、とても素直な表現をしていまして、うん、お客様の心に残るような、そんなウイニングランですね。非常に嬉しさ爆発させている西村龍太郎選手です。はい、雨上がったのかな、だいぶ傘をささずにというお客様も、ね、お客様も多いですよ ね、だから拍手も、ね、うん、していただけるから良かったですけども、はい。さあ西村龍太郎選手のね、今ウイニングランご覧いただきました。はい、戸塚選手も最後駆けつけてましたね。はい、さあ12レース優勝戦確定をしております。1着4番西村龍太郎、2着5番笠木義隆、3着は7番の佐藤孝也、1着4番2着5番、3着7番12レース確定。それでは払い戻し金です。2連単4番5番2170円、9番人気2連複4と5の組2000トンで90円、6番人気3連単4番5番7番で15,200円、41番人気3連複457で3,700円、12番人気2連単4番5番2170円、2連複4と5の組2000トンで90円、3連単4番5番7番で15,200円、三連複457で3,700円、その他の掛け式はご覧の通りとなっています。